ジブです。観音ジブチャンネル始まります。はい、皆さんこんにちは、観音ジブです。今日は正しい満月の日のお財布フリフリの方法を実際にですねやってみたいと思います。それではどうぞ。満月のお財布フリフリのやり方をですね、ちょっと実際にやってみようと思います。満月の日にお財布をフリフリするとね、金運アップにつながりますよっていうことは結構ね、有名じゃないかなと思うんですけれども、実際どのようにやるかっていうのをね、やってみたいと思います。はい、これ私のお財布ですね。今使ってるお財布です。で、このままね、満月の光にこうやってフリフリするのもいいんですけれども、実はちゃんとね効果的なやり方っていうのがありまして、まずね中身を出します。これカード類とかね、まあ、全部外します。カード類とかね全部外しちゃいます。外してしまいます。余計なね、いろんなもの入ってますよね。こういうこうなんか紙的なものとかも全部、入ってると良くないってやりますね。紙的なものいつでもこうレシートとかはねちゃんと整理した方がいいですよね。で、この支出に関するものが入ってない状態がいいと言われています。一応お金は入ってる状態でですね、まあ、お守りも外しまして、入っててもいいかな、お守りぐらいはね。で、このままお金が入った状態でこうやってフリフリするですが、実はポケットなんかも忘れないで入ってたわ。実はですね、このフリフリするときに、振る前に実はね、もう一回お金も全部出してしまいましょう。お金も全部出してしまいましょうね。で、小銭は分けて入れた方がいいというお話も聞くんですが、カードとお金、小銭とお札は別々にした方がいいよっていうね説もあって、まあ会員カードぐらい別にしてるんですけど、なんかそう めんどくさくてね、失意症になっちゃってるんですが、ここ一回全部空にしました。空にした状態で何をするかと言いますとね、ウェットティッシュありますね。ウェットティッシュ、こういうウェットティッシュで綺麗に拭きます。中も拭きます。中も綺麗に拭きます。綺麗に小銭入れの中も、結構小銭入れの中がね汚れてる。小銭ってあれですかね、錆びたりするせいなんだろうか。小銭入れの中が黒いですね。拭きます。この中も綺麗に拭いちゃいます。カードのなんかとかもね綺麗に、できるだけ汚れてたらこう拭いて、綺麗な状態に、綺麗な状態にしてね。はい、私のうさぎちゃんのうさぎ年なんで、ね、ラッキー動物、うさぎ年はその年の動物はラッキー動物ですよ、ちなみにね。で、お財布綺麗な状態になりました。そしてね、お金は入ってていいと思うんです。お金はねちょっと戻しますね。支払いもあるんですけど、とりあえずお金は戻しておいて、まあ、お金といえばね、お金入れておいて使わないで入れておいた方がいいお札を教えてあげます。はい、これです。ババーン、千円札のね、千円札に358見えますか。358って書いてますね。これは並びが538でもいいですし、バラバラになっててもいいですけども、
358っていうふうに書いてある千円札がね、お金を呼び込むらしいですので入れときましょう。で、まあお金ちょっと入れました。小銭はとりあえず、とりあえずにも入れちゃうかな。小銭は小銭入れに入れた方がいいよとは言われておりますが、私は面倒くさいので一緒になっちゃってるんですね。で、この状態でですね、お財布をフリフリ、満月さんのフリフリ、まだね、満月になってないんですけど、満月になったらですね、フリ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 ってすると、たくさんたくさん入ってくるよみたいな、うちでの小槌みたいなね、ザック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 、小銭入ってるとなんかザクザク音がしていいですね。入ってくれ入ってくれ入ってくれみたいな感じで、お札が満杯になるそうです。はい、ということでね、ちょっとお守りなんかも入れときましょうかね。はい、お守り、いろんな私お守り入れてますよ。蛇のね、抜け殻さんとか、100万円札の帯封とか、100万円札束のねとか、まあ他にもいただいたお守りだったりとかね、はい、入ってます。あ、面白いのがあるんですよ。あのね、鹿児島県の、指宿枕崎線にね、喜入駅ってあるんですね。喜入駅、喜び入る喜入駅、これはね、合格祈願のための切符なんですけれども、喜び入るね、金運アップに入りますよね。だからこれ私はお財布に入れてます。喜び入る喜入駅の切符はお守りとしておすすめですよ。はい、ね、あのお札を1万円札を折って100万円札にするとかっていう話もありますよね。1万円札はね、末尾が33っていうのがあったら持っとくといいよっていうのがありますが、今私は33のお札はありません、持っていませんね。はい、ということでね、カードを一応別にした状態にして、まだ満月来てないので、私今夜この状態でお札、満月にね、お財布フリフリやろうと思っています。で、皆様もね、今までいろいろ満月フリフリのお話は聞いてたと思いますけれども、こうやってね、ちゃんと綺麗に拭いてからフリフリするんですよということはね、聞いたことあったでしょうかね。はい、これが正しいお財布フリフリのやり方です。でもって、こういうね、カード類は別のカードケースがあるので、そっちの方に入れちゃいます。お守りはね、入れてもいいと思いますね。で、ちゃんと領収書とかをね、支出の方に分けてね、整理してやりましょう。これ何もね、やっぱり支出とか収入とかはね、はっきり認識しておいた方がいいですよ。意識をね、向けるっていうのは大事だと思います。はい、いろんなものがお財布にヒューヒューヒューって、ね、入れちゃいます。ついつい入れちゃう。なんかこんな紙とかね、ポイントのなんかシールとかもね、ポイントカードとかも入ってます。おお、なぜか保険証も入ってたわ。宝くじ書いてたりとかもしますね。はい、あ、これなんだろう、割引券が入ってる、割引券、うん、はい、ということでね、まあ、このお財布フリフリが終わったらね、銀行カードとかも入れていいとは思うんですけども、とりあえずお財布フリフリ終わってからね、入れましょう。はい、ということでね、正しい満月のお財布フリフリのやり方を、実践してみました。皆様ね、最後フリフリでリッチになっていきましょう。他にもですね、楽しいおまじないとかはまた、はい、ということでありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、それからコメントもよろしかったらお願いします。はい、観覧ジーブチャンネル、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。それでは。